そうああいはいイーソルブですえー、っと今日は <coughs> 今日っていうかまあ続きだけどもまあ外ごもりプレイスに関してなんか喋りたくなったからぼんやり喋りますなんか外ごもりプレイスは何でそもそも外ごもりプレイスなのか外ごも 外ごもりプレイスっていう紙、噛み、すぎだ今日。あれなのか、あのネーミングなのかですね。まあ、も,んもんとしてたことは事実なんですよね。まあ、まさか自分がシェアハウスやりたいとか言い出して家まで買う行動力があるのかとは俺思ってなかったんで。うん。 まあ、悶々としてて、こんなことやりたいなって思ったのはあるんですよ。で、えっ、ー、とね、どれくらい前だっけな。多分今、2021でしょ。2017だか、2018に、なんだっけな、抜け組集会だっけな。勝ち組でもない。かといって、負け組でもない。 その真ん中ら辺の人たちのなんか、抜け組っていう、なんか、Facebook アカウントがあの当時あって、まあ今ちょっとあるかわかんないけど、まあそれを見て、ちょっと面白そうだから参加してみたっていうのはきっかけっすね。うん。で、その時に、なんだっけな、あの、引きこもり名人っていう人がいて、その人が、 あの、その、抜け組み集会にもいて、すげえ興味持ったから、めちゃくちゃ話しかけて、それでも、鬱陶しいとか、あんなこいつうぜえなとか、そういう雰囲気は全然なくて、ものすごく俺と、ね、俺の会話に付き合ってくれた人がいたんだよね。で、その人、曰く、その人だったかな多分、いやでも多分ね、その人だったんよ。引きこもりと、 外ごもりはめちゃくちゃ違うんだと。うん。確かそんな話をしたようなしなかったような記憶がぼんやりあるんよね。うん。だからずいやでも引きこもり名人のあの人が言ってたのはまあ、親との関係が良好であることがまあ、引きこもるコツだとも、確かちらっとは言ってたと思うけど、まあそれが、 ない人どうするのって話よね。だから、引きこもってばっかりいると、印象って悪いわけよね。でも、それが外ごもりになると、実はこう、ドラクエで言えばね、レベル50ぐらい違うらしいよ。うん。レベル1とレベル50ぐらい違うらしいよ。だから、そんなようなイメージの場所だよね。<laughs> うん。 だから、外こもりって言ったら多分お礼に当てはまって、なんて言えばいいんだろう。お礼もね、その正社員でずっと定年まで働いて、セカンドライフとは思ってたのが新卒の時で、でも、それがあや、あや、あやあ、ごめん、あっけなく3ヶ月で終わりを告げるわけだよね。うん。で、それがトラウマになって、 うん。だって給料未払いとかあったからね。まあそりゃそのくらいのトラウマになってもいいよね。うん。だから俺結構給料未払いになったことってあるんですよね。群馬のキキャンプ場だったかな。グランピング施設だったかな。そこでもね、5日で辞めてその5日分の給料まだもらえってないからね。うん。だからやっぱり、外ごもりっていうと今は続いてるのはリゾバのね。 スキー場の仕事だけど、ある意味それって外ごもりでしょうん。で、ブログだったり、ツイッターアカウントには季節労働者って言ってるけど、だから定期的に外ごもりを、あの、するたいするのが俺だから、そういう場所を作ってみようかなっては思ったんよね。で、やっぱり俺も結構、仕事選びが下手だから、うん。 結構自分に合わないとことか弾いたことあるんよ。時給高いところばっかり見てね。で、一番失敗したのはあの IC 版って言って、電子部品じゃなくてあの、まあちっちゃい部品だよね。電動インパクトのドリルのあのジョイントの部分とか先っちょの部分とかさ。そういうの作ってた工場に1ヶ月だか2ヶ月くらいいたんだけど、やっぱりね、 退屈すぎて、つまんなすぎて、クビになったわけだよね。うん。まあ、不良品作りすぎたっていうのもあるんだけど、やっぱり俺ダメだった、どう頑張ってもね。で、ダメな理由っていうのは、あれ、部品をさ、ここ、例えばこれが部品だとして、この縦と横に軸がある。これが XY 軸なんよ。 で、俺が一番もう意味嫌ってたね、二次関数が出てくるわけ。これ、X 軸の Y 軸でしょで、ここら辺を削りたいんだったら、Y 軸をこっちにずらして、X 軸のここをどう削るかっていう設定するんだけど、俺、それがね、原草ももう覚えていけなくてクビになったんだけどね。うん。だからそうやってさ、やっぱり仕事ですり減ったり、その自分がわかんない、 で、仕事選びに失敗したり、ま、いろいろね、ストレスがかかってさ、やっぱりその、家に帰るわけじゃん。で、その家っていうのは、俺の場合には、あの、一人暮らしのアパートだったんだけど、結局その、アパートにもさ、家賃ってかかってくるわけだから、結局生活だけをするようになっちゃうんよ。一人暮らしやってるとね。 でもそれで一人前って言うけどさ生活だけして一人前なのはいいけどズタボロじゃんこっちだからそういうズタボロにな,らなったとしてもまあそれで蘇生と回復ができる場所がいいなって思ってたんだよねでそれがまあリゾ場だったわけよでまあさっきの外ごもりの話に戻るけどで俺の場合ねその 雇用期間に定めのある求人しか俺応募できないし続いてないよね。スキー場のバイトが未だに続いてるからそうなんだけど、なんて言うんだろう。うん。多分スキー場バイト以外多分できないんだわ。通年で働きたくないし、俺は。うん。だから、で、それでいて結構嫌な、スキー場だって嫌なことはあるしね。 あの、意外とお客さんにね、文句言うから。ああいうレジャー産業って。だから、んで、外ごもりプレイスの俺のイメージとしては、その猿の腰掛けっていうのがあって、で、その猿の腰掛けに、こう、人が腰掛けてて、そんでなんかこう、うんうん悩んでるイメージ。なんよ。だからそうやってうんうん悩んでいられるイメージ。 まあ、いやいや悩んでいられる場所を作りたいなって思ったのは、ね、外ごもりプレイスだし。まあ、これは俺のイメージだけど、ね、外から、これからオープンができると思うんだけど、<laughs> ね、オープンしたとしたら誰かが来るわけだし、来てくれるはずだし、まあ逆にそういう、外からま、全くゼロ、偏見ゼロの、 人がどう思ったりどう感じてくれるのかっていうそのギャップっていうのは絶対あると思うんだけどね。そんな場所だ、外、外ごもりプレイスっていう悩んでる人たちが猿の腰掛けみたいなのに腰掛けてず、ね。一旦内省したり立ち止まって振り返る場所みたいな、まあそこまで崇高な場所じゃなくていいんだけど、まあそういう場所を まあ提供できたらなとは思ってます。で、ね。あとは快適にこもれるかどうかよね。まあそこら辺はまあ頭の中にあるものを徐々に徐々に出していきます。とにかく今駐車場を作んないと話にならないんで。まあそんな感じで外ごもりプレイスのコンセプトってまだぼんやりしてるけど、まあそんな感じなんで。うん。まあそんな感じです。ただ単に。 喋ってみたかったから喋りました。外ごもりプレイスの理由っていうか根源というかルーツというか、そんな感じです。はあ、疲れたから寝ますわ。ではでは。<laughs> はあ疲れた。マジで。